こんにちは、こんばんは。ドローン空撮旅人のトギです。ここほんまにずっと行きたかったんですよ。一応大峰山で近畿最高峰の八景ヶ岳に行ってきました。もうね、結構ね、なぜかすっごい体調悪くて、もう最悪なコンディションで行ってきて、結局最終的には遭難してきてしまったんですよ。この登山ルートを見てもらったら分かると思うんですけど、かなり離れててずっと迷っていました。でも自力で必死で上がってきて、ようやく正規のルートに戻ってきました。天川村役場さんが駐車場を開放してくれてるので、そこに車を止めました。天川村役場の入り口に行き、そこを右に曲がって細い舗装された道をまっすぐ行きます。で、まっすぐ行くと右手にグランドがあるので、そこを越えて少し行くとちょっと越えそうになりましたけど、小さく未遷へっていう矢印がありますので、そこを右に曲がります。そしてまっすぐ行くと左手におばちゃん、そして右手にもおばちゃんがいました。まあこれは関係ないですけどね。八景ヶ岳、八景ヶ岳わからんだよ。こっち大峰山の方へ上がる、未遷の方へ上がるんやけどな。あ、はい、すみません、ありがとうございます。教えてくれて、おばちゃんでした。まっすぐ行くと突き当たりに未遷への看板がありますので、そこを右に曲がって上の方に行きます。この時点でよく分かれへんけど、なんかめっちゃ普通の家の敷地内と思うんですけど、奥の方に看板があるので、それをたどって上がっていきます。どっちやねこれ。多分こっちやろ。もうこの時点で悩んでます。なんかどっちに行けばいいかが分からずに、とりあえず多分上かなと思ってまっすぐ行きました。かわいいなこれ。
ち？あ、またや。わかんな。落ちるで。めっちゃ落ちんねんけど。リュックが結構重たいんですよ。約13キロあるんで、ペットボトルを落としたら拾うのだけでかなり体力使います。それとここね、杉の木がいっぱいあるんで、あのアレルギー持ってる人は気をつけてください。あのちゃんともし行きはるんでしたら、あのちゃんと薬とか万全な体制で行きはった方がいいと思います。ちなみに僕寒暖差アレルギーとか持ってるんですけど、結構ね4月5月も結構体調悪いんですよ。でもしかしたらここで結構体調悪くなったかもわからないです。ずーっと言っても杉まみれです。どうするの？
なんかね、稜線に出て高圧電線があって、ふと下を見上げると小さな村がありました。ここからですね。ここから雪です。ここからアイゼンを使用しました。道がね、細いんですよ。まあ普通に行っとけば大丈夫なんですけど、もしかしたらその滑ったりとかしたら結構下に落ちそうなんで、まあ多分気に引っかかるとは思うんですけど、注意してください。
ひたすらまっすぐです。これ絶対この看板を覚えておいてください。これってやっぱし結構なくなられてるかもわかんないですね。
な。右下の方にトレースがあったんで、ここでね結構気になって下とか行ってたんですけど、下の方のなんか広い道っていうかあんまり関係ないので、この稜線の方、左の方の稜線の方で正しいので、あの右の方には行ってはダメですね。ここはね結構綺麗でした。でもうちょい前に進むと、なだらかな登っていくところがあるんで、そこが結構綺麗でした。
夕日が沈むところを撮影できました。動けなくなったんですよ。でここでもう倒れてもうて、でとりあえずもう普通の登山道なんですけど、そこの横にちょっとだけ空いてるスペースがあったんで、そこにテントを張りました。でその登山道のまた横がすごい崖なんですよ。めっちゃ怖かったですけどね。でテントもちょっと斜めになってるんで、これずり落ちへんかなと思って心配でした。
すごい。なんか浮いてるし。今が零度。0度です。なんかめっちゃ浮いてんねんけど。15分も待たなかったわ。もうええんちゃう。今日は五目ご飯、五目ご飯、ご飯です。今回の夕食はドライフードですね。ドライフードを食べました。で、一応念のために2食持ってきました。お昼はね、あのコンビニで買ったサンドイッチを食べました。でね、あと買い忘れたものがあって、ラーメンを買いたかったんですよ、インスタントラーメン。でもそれちょっと買い忘れてしまって、結構なんかラーメンとかやったらその
熱を取り戻せるというか、そんな感じがしたんで買おうと思ったんですけど忘れてしまいました。使いましたけどいろいろありますわ。このシラフちょっとちっちゃいです。そんな感じです。マイナス2度かな。正直こんなとこいてても寒いだけで寝られへんし、体力も回復してるんでちょっと動こうかなと思います。すごいかっこいい。テント装備がちょっとね軽装備すぎてめちゃくちゃ寒かったんで、もうねこれ逆にテントで寝るとちょっと危ない、命危ないからと思って夜歩きました。ここのね味仙の方面とあと名城ヶ岳の方面はもう全然違います。もう味仙の方はすっごいしんどかったです。このね吊り橋見てびっくりしました。まあ登山慣れてはる方はやったらまあ簡単とは思いはるんですけど、僕これ見ていけるんかな思いました。もうここら辺ほんま地獄でした。正直な話すごかったですね。で結局なんか胸まで落ちてしまって、でもうオズモポケットっていう胸に刺してたんですよ。でもうそれが落としてしまって、ちょっとほんまに申し訳ないんですけど、もうちょっと探すも時間かかるんで先へ進ませていただきました。そしてねトレースがね途中で消えてるんですよ。もうびっくりして、せっかく行ったのにまた引き返したりとか、まあいろいろでめちゃくちゃしんどかったです。あと私みたいにザックが重たい人は和感とかスノーシューがいいかもしれませんね。山小屋に着いた、やったと思ったら誰もいてませんでした。めっちゃ閉まってました。ようやく着きました。もうほんまにボロボロで、もうねギアもねもうボロボロだったんですよ。
下山はもう名城ヶ岳から下山しました。でやっぱしこっちの方が楽ですね。もうほんでこれもね、すごい判断が怖くて、名城ヶ岳の状態とか知らないんで、2000よりか最悪な場合どうしようかなとかハラハラドキドキしながら選択してこっちに来ました。でやっぱし結局緩かったんで良かったんですけど、結構ねやっぱし初めてなんですごい判断が怖いんですよ。
そしてこの後遭難してしまったんですよね。この前ね、看板これ覚えといてくださいって言ったんが、ここで間違えて登山道じゃない方向に入ってしまったんですよ。んでなんかね、もう不思議でしゃあないんが、僕ねここ行ったことあるって未だに思ってるんですよ。なんかね、細くなって崩れてたりとか、あ、ここ来たことあるとか思ってずっと行ってたら全然違うとこ行ってたんですよ。なんか登山しだしてから急に鼻の奥がめっちゃ痛くなったし、結構ね体調悪かったんですね。ですぐにハーハー言ってたし、であと最悪なことに、まあ、軽度の凍傷になってしまって、なかなか今もしびれが治らないです。ただ遭難してめちゃくちゃいろんなことが分かったんで、これをまたお伝えしたいなと思います。ドローン空撮旅人は、観光旅行の絶景のドローン空撮、キャンプや登山の癒しの風景やギア、道具などの動画を上げていきますので、よければグッドおよびチャンネル登録、呼び鈴登録よろしくお願いいたします。